はーい、今日も折り紙キングやっていきます。前回、自室に閉じこもってるボスを引き連れ出すためにノリノリな BGM と40人のキノピオを連れて行くところだったね。なんとかどっちも揃えたので、今回はボス戦に臨めるのではないでしょうか。というわけで連れてきたゾーラー。だいぶ予想外の文房具チョイスだったな。パンチって、そもそもパンチって文房具なのかな？文房具の定義を知らないんだけどさ。別に何もないところに穴が開いたのは避ければいいだけだけど、魔法陣オンパネルに穴が開いたのが気になる。あれも踏んだら転ぶのかな。こういうのは早めに確かめておいた方がいいよね。というわけでルート決定。ヒント、穴開きオン、アクション。パンチは黄色いボディは硬いが、どこかに柔らかい弱点がある。うん、パンチって柔らかいところあったっけ？正直現実のパンチをよく覚えてないな。あ、穴開きオンパネルは何の効果もないみたいだね。転ばないだけええわ。んじゃ一発踏んでみるか。永遠のゼロ。硬いボディに当たってしまったようで。あれ、追撃ないのか。こいつ火力低くない？でも、ボスの火力が低いと、なんか不安にならない？まあ、それは、わかる。取り巻き召喚してきたり、即死呪文唱えてきたりしそうだな。うし、今回のルートは、ヒント、宝箱、アクションだ。穴を開けられたマスの破片は、パンチの後ろの柔らかい部分をハンマーで叩くと吐き出される。ああ、
そういや、パンチって裏側が柔らかくて話したら神が出てきたな。はいはい、忘れてたわ。宝箱、攻撃力2倍とかは嬉しいけど、コインはマジでいらないんだが。今さら1コインとか10コイン拾ってもねえ。まあヒント通りに裏側を叩かせていただく。通常攻撃にしてはかなり HP 減ったね。やったこいつかなりしょぼいな。負ける気せえへんね。輪ゴムやヒガミ様は30ダメージとかザラだったけど、パンチは一桁ダメージだもんね。もうちょっと鍛えてから出直していただきたい。弱点も分かったし、どんどん攻めるぞ。今回のルートは、ヒント、攻撃力2倍、宝箱、アクションだね。穴が開いて最大 HP が減っても、破片を吐き出させれば元に戻る。ほうほう、つまり最大 HP を減らしてくるんだな。顔に穴でも開けられるのか。だから普段の攻撃力が低めなんだろうね。あー、押すのが遅れた。失敗したけど、それでも鬼のようなダメージが入ったね。さすが攻撃力2倍のキラキラハンマーだぜ。む、敵の必殺技が。どうすっぺな。あ、魔法陣オンパネルの穴が治ってるね。む、つまり、神の手か神様召喚が使えるってことだな。今回出てる魔法陣は、土神様か。土神様は、マリオがいるマスを盛り上げてくれるし、なんか避けられそう。よし、そのアンディ行くぞ。オン、ヒント、土神様だ。パンチの必殺技は、地面を盛り上げて避難せよ。ビンゴー。予想通りってもんですよ。よし、完璧に防いだ。必殺技の反動でひっくり返ってるね。おそらく今ならジャンプや神の手が効くはず。神の手でボコボコにするぞ。神の手ラッシュじゃい。死ぬがよーい。え、なに？え、剥がす。スティックした。立ち直られちゃったね。今のちゃんと入力すれば剥がせたのか。剥がせたとしたら、いきなり時間制限 QTE をさせるんじゃない？とは、HP を半分強にされちゃったね。まあ、それぐらいなら構えんで、って感じだな。見事に目のあたりを奪われたな。なお、マリオは目が奪われても最大 HP 以外に特に戦闘に支障はありません。マリオ、気配とかで敵を捉えてない？大体の行動は見たのでカット気味で行くぞ。ハンマーをミスったり、また体に穴を開けられてるのはご愛嬌。また必殺技を避けてひっくり返したので、改めてとどめの神の手じゃーい。剥がした。
潔い男だった。文豪軍団、好きな創作物にはシンジだし、潔いから憎めないんだよね。さて、あとは紙テープを壊すだけだが、壊しちゃうとイベントが結構長いのでキリが悪いけど、ここで動画を切らさせていただく。次回は紙テープを壊すところから始まるというシュールなことになるね。といったところで、今回はこのあたりで。お疲れっした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。